ちにこれ上げるか。上げながら。はい、モコフィットネスです。シーズン2、始まりました。ドグマになり、そしてレースである程度結果を出し、それでちんたらしてられません。時間は待ってくれないですからね。兄貴も休むとか休みますけど、もうねだらだら冬は過ごさずに、今日モコレンでガツッと行きたいと思います。そして見えての通り、これシーズン2からカメラ位置ここにしました。はい、ドグマのフォルムが台無し。それでも皆さんにやっぱり、ね、シーズン2入ったっつって何が変わったのさらね、少しは変わらないといけないと思いますので、フォルム崩してまでも、ここに GoPro つけて少しでも臨場感を皆さんにお届けしたいと思います。それではもうこれ、シーズン2第1本目始めたいと思います。レッツゴー。気持ちいいね。気持ちいいですね。はい、顔色はいいもん。違う、生き生きとしてるよ。まあレースで勝ったのもでかいですけどね。生き生きしますよこれで。そうです、そうですね。結果出さないと。出さないと。おーい、おーい、おーい、よいしょ。最後の登りよ、最後の登りもよくついてったね。大したもんだよな。足が売り切れ。最後の一周カオスだったよ。この登り。スプリントだったもんだった。そこ分かるでしょ。最後の一周って。なんもだからよくついてったね。ロードバイクやってると分かるでしょ。俺が本当にここで全開で登るような、もうあれよりもっと速いようなスピードで登ってってくるんですね。ドラフティングもあるからね。それでもなんバグ受けてるよと思った。だからそれに。ついてってんだよ。よくね、なんでついてきたのか。いけちゃうんだよ。アドレナリン出ちゃって分かってないんだよね。力があるんだよ。足がつってないってことはあるんだよ。で、最後スプリントできてんだから。すげえよ。
お疲れ様です。マジでいいね。はい、お疲れ様です。今兄貴と練習が終わって、最後ももうね、すごい調子がね、レース前より調子がいいんじゃねえかってぐらいまで今踏めてます。はい、皆さんの本当おかげさまです。でシーズン2が始まったっていうことで、まあここから先はもう何にも変わらない、いつものモコビログになるんですけども、これが楽しみって人が一人でもいるなら、続けていきたいと思います。はい、そして、ドグマお疲れ様でした。はい、まあ SNS ではつぶやいたんですけども、見てください、このあの前にあるカメラのせいで超台無し感。でもね、皆さんにね、やっぱり迫力あるシーンを乗っけたいので、ここじゃついてます。はい、で今撮ってる撮影は GoPro 10になります。Amazon のブラックフライデーでね、ポチっちゃいましたよ。はい、でこれで完成なんですけども、見てください。はい、ラットフィンクですね、ラットファンクじゃないよっていう、この方から、コメントが来て、ずっと、ラットファンクと言って間違えてた。はい、そしてですね、ここ、オリジナルステッカーモコフィットです。はい、シルバーで、ね、ドグマのロゴはシルバーなので合わせました。はい、で今回はね、あんまり緑のね、あのポイントを入れなかったんですよ。こっちはラットフィンク金色、はい、でモコフィットレースはシルバーですね。でこれがうちの、お世話になってる自転車屋さんの B サイクルのステッカー。はい、結構オリジナル感が出たんではないでしょうか。でもまああれかな、全体的に今回はおとなしめだったのかな。そしてですね、兄貴もね、練習用のプリンス少し、ね、バージョンアップしたんですよ。はい、じゃあ兄貴見せてください。クランク見せちゃう、見せちゃいましょう。じゃじゃーん、はい、じゃじゃーん、はい、見てください。すごいね、大切にしてると思いません？はい、コンポーネントなんですよ、クランク部分が、54、僕と同じ、台形になりましたね。はい、やっぱりあれですよね、上りも踏めますよね。そうだね、いいね。そうですよね、はい、もうある程度中級ぐらいからホビーレーサーはもうこのぐらいの台形の、クランクじゃないとやっぱりレースもそうですし、やっぱ40キロの領域入っていくとここのクランクまでないとついていくのもやっとです。はい、今回ね、そういうのもあってね、レース僕も、うん、高速域で楽して走れたっていうところありますので、ぜひね、ありますよね。はい、ぜひね、あのレースとかね、結構考えてる方とか、まあ、ヒルクライムになるとまあね、高速域がなくなるのでまあいいんですけど、ああいうねエンデュール系はいいと思います。はい、それではお疲れ様でした兄貴。はい、あ、レース兄貴もお疲れ様でした。2024年も、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。はい、これから、僕の動画をね、初めて見る方とかもいると思いますので、おさらいといいますか、まあ、何度もこれからもやっていきます。はい、復習、まず帰ってきたら30分以内、これはまあ結構ガチです。はい、まず僕のリカバリードリンク、バナナ1本、そしてマルトデキストリン、はい、でまあ、ホエイプロテインなんですけども、今日はね、嫁がねブラックフライデーで買って結構買ったんで、こういうおまけ付き、はい、まあ 25g 入ってるので、ちょっとね 25g するとタンパク質が中のこの粉末が 25g ってだけで、タンパク質的には 20g 切ってきちゃうんですね。だからもうちょっと必要。はい、イメージ的にはプロテイングラムで言うと30から 40g 入れちゃっていいです。そうするとタンパク質が 25g 以上、確保できますので、はい、ちょっと多めでいいと思います。氷は絶対、氷入れるとね冷たくてうまい。あとヌチマースの塩を少々入れます。
で、そしてこれから、ブレンダーにかけるんですが、サプリメントも取ります。はい、僕はこれアニマルパック、はい、高強度の日はアニマルパックを取ります。もうめんどくさくない、もうこれ一つで全部入ってます。ただアメリカは鉄の摂取にシビアなんですね。なのでなんとアニマルパック鉄は含有しておりません。なので鉄は別で補充します。それは、何度も言いますがキレート鉄、ネイチャーフーズでもがいいと思うんですけども、僕ね今ねマイプロのね、キレート鉄があるので、まあ、こっちなくなるまでこっち摂取します。これは絶対。あとエビオス若元で、今消化吸収能力が下がっているので、絶対です。兄貴が先ほども言ってたんですけども、あの身長176ぐらいあって57キロ切っちゃったって言ってたんですよ。今年のトレーニングが激しくて、それはダメですね。兄貴にもっと食べた方がいいよって、食べれねえんだよって言ってたんだけど、そしたらエビオス若元、あと消化剤、これいいですよ。はい、タチアカ、タカジア、はい、これね、アマゾンで売ってます、消化剤です。で、日本人はタンパク質の消化能力が低いです、アメリカ人、欧米の人よりも低いです。だからなおさら、タンパク質の消化吸収が下手くそな上に、トレーニング直後に乗ると下痢になります。なので、必ず飲んでください。あと、ベタインも絶対摂取してください。で、アニマルパックには消化酵素が入ってます。だからいいんですよ。で、あとこういうのね。はい、絶対です。はい。バナナはミネラルのバランスがめちゃくちゃ いいんですよ。神バランス。間違いなく毎日1本。高強度の日は2本ぐらい食べるかな。で、マイプロの、実はですね、案件が来てて、ネイチャーカンフィットネスというサプリメント会社から、提供を受けるかもしれないです。マイプロの対抗するメーカーなんですけど、まあそういうところね、味とかもね皆さん気になるじゃないですか。ネイチャーカンフィットネス、ぜひねググってみてください。ちょっとマイプロより高いんだけど、まあどうなのかな、頑張ってほしいですよね。はい。で、あと蜂蜜です。あ、前、これも入れ忘れた。はい、マルトデキストリンで、果糖とブドウ糖のバランスが大切なんです。これまあブドウ糖、フルクトース違う、まあまあ普通マルトデキストリン糖質なんですよ。で、この蜂蜜果糖なんです。この黄金バランスがグリコーゲンの回復を早めてくれるんですね。ここまでこだわらなくたっていいと思うんですけど、僕はまあ蜂蜜はね、抗炎症効果も高いので、そういった意味でも取ってます。はい、うん、おいしい。蜂蜜うまい。蜂蜜がね結構きつい人もいますよね。僕は大好き。はい、これであとはブレンダーにかけて終了でございます。はい、これからですね、まあ、いつも通りですよ、月に2回行ってる、パワーハウスジムに行って、シャワー浴びてタンニング、するので、で汚れた服、ね、汚れてるので体が、とりあえずこのサイクルジャージでもう行っちゃいます。もう最近慣れてきたサイクルジャージでうろうろするの。で、皆さんにご質問ですよ。サイクルジャージを着てどこまで行けます？どこまで行けるって言い方もおかしいけど、コンビニとかは余裕ですよね。レストランとか入れます？サイクルジャージで。僕ほら、カフェライドとかしたことないから、意外にちょっとそこら辺初心者かも。皆さん聞かせてくださいよ。サイクルジャージここまで入ったよっていう。ね、聞かせてください。何をそんなの聞いてどうすんですかね。まあいいや、とりあえずこれから、パワーハウスジムでレッツゴーです。はい、今着きました。ちょっと恥ずかしい。よし、じゃあ行ってきます。ウイス、動画撮ってますよ。はい、朝子先生です。
あたこ先生は何だっけ、何やってるんですっけ。筋コンとエアロビクスをやってます。はい、はい、しっかり筋肉鍛えましょう。鍛えましょう。はい、かっこいい。ありがとうございます。え、こうやってあのうちスタジオこういう風にやってるんで、はい、あのね、あのこうやってスタジオレッスンやってくれれば、はい、ね、かなりあのダイエット、促進できますよ。はい、よろしくお願いします。行ってきます。行ってらっしゃい。はい、お疲れ様です。終わりましたよ。今2時半。これからとりあえずいつも通りのパターンだと補給食、まあ、ご褒美飯食って、でまだ時間あるしな、どっか遊び行こうかな。気持ちいい、気持ちいい。はい、行こう。ちょっとまだね、家に帰るにはちょっと早すぎるんで、ケーズ電機に来て、あのマッサージチェア僕ね前々から欲しかったんですよ。なのでちょっとはね、今日あの試してみて、ちょっと選んでみて、まあ買いはしないんですけど、どんなものか、どのぐらい疲労回復するのか、上半身ってなかなかやれませんもんね。よし、じゃあレッツゴー。はい、なんかもうシャア専用って感じですよね。なんかもうモビルスーツに入ってる感じですよ。おー、すごい、ここにほら、あ、ほんとだ、ほんとにモビルスーツみたいって、ほんとシャア専用だ、ほら、かっこいい、シャア専用ですよ。おはようございます。モコフィットネスです。まあ横になってね、なんかふわふわやってくれたら気持ちいいっすよ。でこれ体感して分かった、あのね、アスリートとして本気で筋肉を緩めるって意味ではマッサージガンの方がはっきり言って上です。はっきりしました。ところが、まあ、マッサージ機っていうのは、まあ、マッサージ自体が副交感神経を緩めて、回復モードに入るっていう意味ではいいとは思います。ただ筋肉を本気で緩めるっていう意味ではマッサージガンがやっぱりすごい、うん、あの本当皿足になるんで、あれは、はい、これはまあまあ、リラクゼーションですね、はい。ああ、でもね、あの気持ちよかったです。まあそんな感じで次は、補給食です。はい、でね、今日はまあまあタンパク質ね、サラダチキンと納豆、はい。でローソンに久々来たんですよ。セブンイレブンばっかりでね、ダメだね。やっぱりローソン来てよかった。まずね、これね、僕の X の、リスナーのさんがね、これ美味しいって言ってたんで買いました。うまそう、やっと買えた。で、ローソンの、これね、普通のバニラアイスがどれほどソフトクリームがどれほどのレベルなのか見せてもらおうじゃないかって感じですね。見せてもらおうじゃないか、ローソン。今日はちょっとあれっすかね、あのガンダムで。それでは、スーパーカップのとことんショコラ、これね、いただきます。昔、もう当たり前ですけど、昔スーパーカップって僕がね中学生高校生ぐらいの時はね、このね中蓋なかったんですよ。途中から出てきたんだよね。わ、すっごい、とことんショコラ、ほら、すっごいな、ショコラ感が、買った、うまそうだけど、これだからね、スプーン短いっちゅうねん、これいつもね腹立つんすよ。絶対食いづらいもん。もう一回り長いやつくれっちゅうねん。もう僕ね本当、そういつもここで怒ってますよね。
あ、まあ、いや、あ、すごい、すごいチョコ感が半端ない。ね、これ見て、あらら、今これ撮ったんだけど、はい、こんな感じで、もう何層もいろんなチョコが入ってる。いただきます。うん、もうね、上の表面のザクザク感と中のこうとろーりソースが絶対入ってるんですよ。入ってる入ってる、これこれこれ、ここに書いてあるでしょ。このね、食感のコントラストが半すごい。で、これでだからスプーンが短いから手がつくっちゅうねん、これ。長いやつくれよめっちゃ怒ってますけど。あ、これほら見て、これちょっと綺麗ではないんですけど、この感じね、この感じ、わからないだろうね、これ。これうま。これとね、まずコーヒーがあるんですよ。あ、疲れた。はい、ドグマお疲れ様でした。かっこいい。はい、で、前回のビログでローラー台で、ホイールのスポークぶっ壊したんですよ。で、もうなんか、相当使い込んでて、そもそももう取り替えたいやと思ってて、なんとですね、贅沢に、フルクラムの、まあ、もうこれ10年ぐらい前かな、フルクラムの、ウィンドウですね、これが使ってなくてずっとあったんですよ。で、まあ使わないのもあれだし、捨てるわけにもいかないし、微妙にいい値段だったので、当時、もう10年前ぐらいでしょう。これをね、ローラーの練習のホイールに切り替えました。はい。もったいないけど、まあ使わないって捨てるよりはいいですからね。はい。ルックもね、復活させるつもりがあるんですよ、実は。はい。よし。それでは、ヘンコメたちを、さらけ者にしようのコーナーに移ります。前回のビログなんですけども、僕がみかんをね、ちょっと食べてるシーンがあったんですけども、そこに対してのね、コメントが、結構来てまして、永井豪さんのコメントです。まさかみかんの皮を剥いて食べちゃってないですよね。そしてですね、友蔵さんのコメントです。みかんの皮をどうしたのかが気になる。確かにあの時、芋とか魚とかの皮と身の間に栄養成分があるってすごく強めに言ってたにもかかわらず、みかんは食えない。さすがにヒヨドリでも皮の部分は食ってない。さすがにヒヨドリとか動物でも食べてない部分はさすがの僕も無理だ。もしあれかな、みかんの皮までもうバリバリ食うようになったら、もうかなり野人的になってきちゃうので、もしもみかんの皮とか卵とかも皮殻ごと食えるようになったら、モコフィットネスじゃなくてアニマルモコランドっていう名前に。そしてですね、ヒマジンさんのコメントです。お疲れ様です。冒頭から爆笑しました。モテギエンデューロレース終了後、クリップ回収の際、一番にお声掛けをさせてもらったものです。レース終了後探したのですが、探しきれずにステッカーもらえずに帰ってしまいました。泣き。本当にね、残念だったと思います。 お会いできればすぐお渡ししたんですけども、おかげさまでステッカーもうね、全部、お渡しできました。一番寂しいのは余って帰るのが一番寂しい。その前の日に一生懸命ステッカー切ってる、母さんの夜鍋の雰囲気醸し出しながら一生懸命切ってたのに、一枚も渡せないって時も実はあった時は。そして気になるのは、この人の方の、お疲れ様です、冒頭から爆笑しました。だから僕はお笑い YouTuber じゃない。爆笑とかあっちゃいけないと思ってる。基本的にかっこいいビログを届けようと思ってるから、爆笑とかいうコメントはいらない。そんな中ですね、名前なしさんのコメントです。もこさんの方向性、はい、そんな感じでですね、もう路線がブレブレのモコフィットネスシーズン2ですけども、今後ともね、皆さんね、ロードバイクこう見てる方、僕のことこんな楽しい人だよ、こんな
なあのかっこいい、自転車ロードバイク YouTuber だよ、日本一のね、自転車お笑い YouTuber、 誰かお笑い、はい、そんな感じで終わりにしましょう。いつもですね、ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてください。サイクルジャージインフィニットエアロジャージ作る予定ですので、またよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。